こんにちは、速稼塾の子です。体重100キロ以上の方が一体ね、メタボを脱出して減量できるのかな、筋トレできるのかなって非常に興味があったんですけども、この1年ミスタイムさんと一緒にね走ってきて、いやこれすごいなと思いましたね。やっぱ体重100キロを超えるとなかなかね、自分の体を筋トレで動かすってことも大変だと思うんですよ。体重が50キロ、60キロ、そして70キロ、80キロあたりの方はね、なんとかできることでも、100キロを超えるとさすがにね、ちょっとしたことでもう挫折してしまうんじゃないかなと思いますけども、ミスタイムさん、すごいですね。1年間の歩み。思い出しますね。最初の頃のことを。メガネをかけて帽子をかぶって、なんかね、鶏肉でお料理作ってみたりとか、腹筋ローラーをやってみたりとか、いろいろありましたよね。途中でね、ランボーの格好をして、出てみたりとか、いろんなね曲を紹介してくれたりとかもありましたし、いやなんかこの1年思い出しますね。一緒に走ってきたんだなと思います。で、1年っていうのは長いようでやっぱりあっという間ですね。この1年をどのように過ごしてきたか、この動画を見てる方もいろいろと振り返ると思うんですけども、ミスタイムさんは確実にやり遂げたと思います。そしてこれからね、しっかりと出来上がったプロレスラーみたいな体で、もっともっと自分の体にその究極に挑戦していくと思うんですよね。これでね、2年目をこれからスタートするわけなんですけども、新しいねガチンコマッチョクラブ第2期生ってことになるんですかね。その方たちとこれから一緒に走っていくんだなと思うとね、私も置いてかれないように一生懸命やらないといけないなと思っております。それではガチンコマッチクラブ第2期生の募集の動画もこの後ね始まりますので、ぜひご覧いただければと思います。ミスター M さん、これからもよろしくお願いします。では動画概要欄からミスター M さんの今回の動画ね、1年間の歩みご覧ください。びっくりしますよ。びっくり。